俺、2019年、凱旋しか、打ちません。おーほーほーですよね。ザンパーでございます。今日第4回ですね。早いね。めちゃくちゃ前回負けたんで今日ちょっとなんとかしないとちょっとやばいなと思ってるんですよ。でももうあれだよね、だから今日通常 ATM とかじゃないよね、前乗りだよね。前乗りしてきたんで頑張りたいと思います。とりあえずお財布はちょっと暖かくしてきたんで、なんとかバイバイチャンスあると思いますんで。今月結構もうやられてるんですよね。おいくらですか？17万ぐらい行かれてます。17万ぐらい。あの一応昨日シミュレーション僕10万ゲーム回してきたんですよ。ゴッド5回ぐらい引いてるんで大丈夫っす。10万って5回って負けてんだけどな、どう考えても2万ゲーム1回なんで、そうはしてないんだ最初の1万ゲームで2回引いてるんで大丈夫。最悪なイメトロじゃないシャドーボクシングかけるみたいな本当にではお願いします。お願いします。いや、ちょ最近なんか早い番号ばっかりだったんで、前に結構ライバルがいるこの感じちょっとドキドキするな。まあ基本的に母ですがバット座られるイメージなので、あ、そうでもない、そうでもないな。7、7、4、4、15。あ、この辺めっちゃ凹んでるんですか。 これでいい。昨日出てない、この台昨日出てないです。前座ってないです。前座ってないですけど、ざっと見た感じ一番へこんでるな。じゃあ行きましょうか。ということで、凱旋を4日目でございますけれども、前日多分相当へこんでると思います。これは最後が、1498、926ということで、だいぶ最後に持ってかれてますね。で回数的にも、周りの中ではだいぶ少ない方なので、まあ最近僕がよく狙ってるというか、あんまりこうこのお店で2日間へこむってことはあんまり見ないので、その辺を狙っていこうかなという感じでございます。ただ前回僕がめちゃくちゃ負けてるんで、まあ昨日僕が座ってたみたいな感じですよね、これ多分ね。なんでそのまま10万へこんだ次の日同じ台に座ってみましたみたいな気分で戦えるのかなと。さあ今日はどういう流れになるのか。まあここ最近3連続でジースト7を引いてきてるんで、3日間連続で、まあなんか今日もなんかそんくらいは引けるんじゃないかなと。まあでもなんかせっかくもう4回もやってきたんで、なんか違うパターンのねやりたいですよね。例えばまあ初回で EX でまあまあ出たのはあったんで、例えばねナビなし 75% とか、まあ、天井 80% とか、というわけで朝一510天井に期待。今週実践3回目なんですけど、ことごとくプラス域のタイミングがあってマイナスにパコッと落ち込んでるんで、ちょっと今日はねやめ時も気をつけていきたいなと思って、まあもちろん
早い時間に終わるっていう意味ではなく、あちょっと周りも伺いつついい台あったらそっちを優先するっていう感じにしようかなとは思ってるんですよ。まあね、だってプラス5000枚から3万マイナスとプラス5000枚じゃねえや、プラスで言うともうちょい少ないか、3500枚か、3500枚からマイナス3万と、あとは昨日はプラス750枚ぐらいだったかな、朝一、そこからね一気に10万まで行っちゃいましたけど、一回大きくハマったタイミングでやめるべきだったよな昨日は、という反省をしつつ、いや難しいところだよな、なんか俺凱旋粘れば出るっていうなんか変な幻想を抱いてるんですよね、やっぱ10万入れたらねバコって出るイメージがやっぱ多分皆さんもあると思うんですけど、あるんで、なんかやめたくなくなっちゃうんだよな、やっぱ武雄さんとちょいちょい話しますけど、やっぱ2万枚出すにはやっぱり510の天井で 80% 刺して、でそこから確定薬含め伸ばし続けるっていうぐらいしかいい出目が出ておりますが、一番理想的な流れなのかなということで結論がついたので我々の中でだからまず朝一はそこちょっと狙いたいですよね、どうしても結局やっぱ万枚いくには 80% とか 75% とかのループがないとやっぱきついっすよね、まあそれはもう EX でね40個乗せました50個乗せましたとかになると全然話は違うんだけど、それ以外のルートでいくとやっぱそこなのかなと、で投資がかさまずに 80% 取れるっていうやっぱ510がもう最強なので101めっちゃ出んな、これ010だったら顔文字っていうねリーチ目だけどね、010ってリーチ目じゃなくない、 0V0 だごめん顔文字は一応公式サイト、凱旋の公式サイトをユニバーサルさん作ってらっしゃるんですけど、当然サイト見るとリーチ目が一連に載ってるんですよ、武雄さん先日おっしゃってたイワシしっかり載ってました公式に、184イワシとか、あとはもう全然認識してなかったリーチ目でいうとニーハオとか280ニーハオとか、あとは78V とか、まあ怪しいデメだけど7頭の順目でも語呂合わせじゃないからちょっとね認識しづらい、まあ凱旋から0が入ってなんか0絡みのリーチ目がめっちゃ多くなりましたよね、その辺もう本当覚えられない、でもやっぱり昨日ちょうど第1回の凱旋を見てたんですけど、まだ上がってないんですけどこの4日目の時点ではやっぱブラックアウトこそ至高だなとやっぱ結論になります。3枚目、4枚目ぐらい、まあ、もう800なんでこれはちょっとさすがに天井引きたいですね。さあこれで900です。まあ一応ほぼ前輪制だろうという想定でいるので、あと残り100ゲーム耐えるだけと。ただちょっと騒がしさはありますね。まあ、中段リップからの斜め切り引いてるんで、まああってもおかしくはないっちゃおかしくはないけど、ないでお願いします。やるんかい。913ゲーム投資が3万8000です。あーやっちまった、ほんと天井いけないな。マジか。いやーもったいない、飛ばしちゃった。
300でも50ぐらい取れたね。サクッとサクッと引こう。2ゲーム連続中段リップからのリプレイ、そしてリップ3。おお、いいね、中段リップで上げてた。よし、32ゲーム天国中段リップでしょう。何も起こせないですね。2セット653枚と、残念。まあ、でもまだ天国の可能性はなくはないので。まあ、でも最初旧約にはまったものの、その後はまあいいモードで普通に刺すっていう流れが続けられているので。おお、確定役チャンスだ。別にモード良さそうじゃなかったし、どっちでもいいっす、どっちでもいいっす。正直まあ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 、昨日今日とねそういう雰囲気出てるよね。なんか昨日のまあ赤扉2発外して、今日はイカズチ1発目すか。まあでもめっちゃ引き悪い時は演出すらも出ないから、それを考えるとポジティブにいかよ。本当もう去年なんて全然もう扉も行かずしても何も出なかったから。5枚目いきます。さあ6枚目でございます。ちょっとおしっこしておきます。まあ、なんか昨日と違って、昨日というか一昨日と違ってなんか天井に行ける気がする、とても僕は申し訳ないですけど多分行かないとやめろよ行くよ。1370リプ4 3揃いとかすいません、これはちょっと、いやまあ確かに今日リプレイがまだね、リプレイリプ3ですら2回しか来てないから香るよね。いやでも俺は今日はもう天井行くって信じてる。綺麗、80パー取れなくても切れないから。あーリプ3、本日3回目かな。あったー、リフさんだー。いやまあまあそれは1日に1回ぐらいリフさん引きますよ似てる。見とけよ、 G ストップマスターの力を見せてやるから。まだ1080だから、これで S 入れて、EX 入れるから。あー似てる。さあ7きた、7得意だから。あ違う、まあ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 目指してるのは天井なんで。さあしかしまあリプさんが入ったとはいえ、まあちょっと今のところはリプさんを勝るほどの良さではないですね。いや悪さが悪目立ちしちゃってるから。イカ投手8枚目9枚目でございますね。やめろよやめろよ、
やめろよ、竹雄の予想通りになるぞこれ。リップさん、竹雄さん予想1375ゲームぐらいでリップ呼んでって言ってたんですけど、マジで今焦った、今1376ゲームとりあえず残り100ゲームを切っていきますか。ここからそろそろねストッパーが発動する時間帯なので、やっぱここ最近の私の天井のやれなさ、なんか変にね1475ゲームとかでね、もうレバー気合い入れて、そこから変に意識してレバーオンとか気合い入れちゃってっからミスってると思ってる。だからやっぱキナナとかリプヨンとかそういうのを引くかのようにもうね、やっぱリズム流れで攻めていけばきっと爆連が見えてくるんじゃないかなと心をちょっと改めました私は。なのでもう本当そんなもう天井はぐらいの普段通りのレバーオンで 50% からの 80% を引き続ける、なんならゲーム数見ないまである。もう踏んだっしょ多分、ゲーム数見てないけど、当たるまで見ないゲーム数。さあここですね、踏んでます、確実に V 横い V 横い。サンダー1496ゲーム、投資が8万9000円でございます。まあ踏んではいますね、もちろん。お願いします、マジでお願いします。絶対ないや。今年天井はマジでダメだな。今年っていうか去年からだけど。前回の自分を見ているようだな。前回の自分を見ているようではないかもしれない。いただきましょう確定薬。お願いします。わからなー、よっしゃ、わからなー。72ゲーム投資変わらず8万9000円でございます。天井行かせなかったんでここでなんとか伸ばしましょう。カモン、ちょっとだけとした、まだ間に合う、よし、ある、中断でいい、危ねえ。残り3ゲームなんとか、まだまだまだ欲しい、ナイス。
さあ2個目メデューサチャンス、ただちょっと演出は弱い。うわ、赤7チャンス来た。音は消えない。ローマ数字ナビも出ない。でも、あー、ライは外れだわ。間に合う、間に合う、全然間に合う。栄光撤廃しない。あー、くっそ。間に合う。演出がめっちゃ弱い。ある。いや演出なんもない。天空のイカズチじゃない、神のイカズチ来い。来ない。いやー、とりあえずでも3つ入ったんで、まあまあまあ、これで3セットプラス黒列で抽選一応2回、3回受けれたかな。そこで期待しましょう。あとはこれを伸ばすだけだ。さあとりあえずあと2セットは最低でも、ああ、 VR よし、豆取ってるぞこれ。よし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 、1個奥出てくる。わあ、まだ VR。 うわあ、あるあるある。よし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 、思いのほか伸びてくれそうな気配。うわ、ある。もう一度鏡来い。ある。やった、外れから乗った。昨日のリベンジだから、まあ、すでに通常時で1回当ててますけど、昨日 GG 中に2回外してるんで。うわー、くそー、なんでなの。ダミダー、ダミダー乗せれねー。でもいた。でもいた。ちくしょう。相変わらずの純増ですけど、頑張りましょう。まだいるかもしれない。ああ、ワンチャン来い。まあ今日全体的にね、ちょっと設定があるかどうか分かんない感じの雰囲気はしてるんで、可能性がある。まあリプさんが出てるっていうところで、まあ2回ハマっちゃってますけど、まあ確率的にはまあ2回ぐらい、まあ1日ハマってもおかしくはないっちゃおかしくない。だからここから早い当たりがポンポンポンってくればね、話は違うんで、粘りましょう。ある。よし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 、123ゲーム。今多分外れで風吹いたところかなと思ったんだよね。いや、よかった。けどマジなくはないぞこれ。リプさんを信じるしかない。これはよし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 、
こあるな、これ外れからだ。よし、おいーい、たまんねえなおい。さあ、ミッション埋めよう。よし、いやー、くそー、続いてほしいんだけどな。もうハマるのはいいわ。いやー、なんなんだろうな。ちなみに竹雄予想設定ないと思ってるでしょ。え、設定ないと思ってるよね。ああ、まあそう。しょうがないからメイドさん見て癒されよ。いやいや、ちょっと待って、画面見てください。画面見てください。しょうがない、89000、こっち89000使ってんだ。メイドぐらい見させろ。この前13万突っ込んでないよ。まあでも普通に考えて、まあ去年だったらまあ絶対この2000万円持ってないわけだし。ないです。うん、まあ普通の凱旋レベルにはなったな。成長した俺も。ただやはり今年はそれだけじゃ終わらないっていうプラスアルファのね、目標があるんで、その普通をやっぱ一歩抜け出さないと。天井行くならこのタイミングだよな、正直。これでもう一回なんか700とかで当たって、その次天井とかだったらまた前回みたいな。いや、もう夕飯ですよ。夕飯ですよ、それ。滅びる感じになる。おっと、中段リップから降り、あー、第三停止2回目。いやー、これは入っちゃってるかな。だねー、やっぱり入ってますね。お今告知ゲームかと思った。マジマジこれ入ってねえな。マジ、いや、なんかもう嬉しいような悲しいような。うわ、絶対入ったと思った。いや、そうなってくるとなんか激アツをすって告知ゲームだと思ってすっておっしゃったの、なんかちょっと寂しくなっちゃった。やばい、これマジ天井行かなかったらやばい。2日で俺20万負けちゃうこのままだと。2日で20万だし、今月30万負けちゃう。せっかく1月すげえ頑張ってプラスに持ってったのに。2月になった瞬間これですか。先読まないし、また中断機なのだ。今日1回も仕事をしていない中断機だな。あー、これは熱くなっちゃったね。今のだいぶ熱いでしょ。 LED 走ってね、氷って。かわしてますね。これかわしてますね。
あんなに竜巻やらなんかやらきた後にあれが来てもかわせるんすね、今日の俺は。再びの線突破でございます。いやもう完全に目標は天井になってんだけど俺。めっちゃ低いやん。いやもうこれダメだもうこれ天井行かせる気ないわこの台。マジか。あのレア役ラッシュをなんとかわしました。てかかわしたどころか、なんならモードも上がってないかもしれん速を上がってたとしても速を落とした。いやもしかしたらもう天井に行かせたいのかもしれない。いや怒涛のラッシュを完全にしのぎましたわ。もうあれ入んなかったら入んないでしょ。だって中段キナナとかもうね、中段リプレイ斜めキナナもう全てが出てきたよ。すげえ 10ゲームとか20ゲームとかの間に。うん、こんなもう中段リブ一発なんかじゃもう入る気もしないわ。おやおや、ちょっと心配になるからそういうのやめてほしいな。いやさすがに上がったか。めっちゃケン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 言いやがって。いやだ。いやーいやだー、なんでここまで耐えてこうなっちゃうの。1243ゲーム。あー、あかん。いやさすがにそれはあかん。どうせおませぶり、どうせおませぶり。知ってた。お疲れ様でした。ということで最後の最後まで何もできず、いや今日はあの前回とは違って惜しいシーンというか、例えばその赤扉だったり、神の雷だったりっていう惜しい、まあ、演出っていうのは見れたんで、ドキドキ感は前回よりありましたし、あとはまあハマったっつってもその、まあ、前回のハマり方が本当にエグかったので、連続でもう構想見るみたいな感じになってたのではなく、まあ一発目でハマって、4発目でハマって、でまた8連ぐらいした後にまたハマってみたいな感じだったんで、そんなにやっぱしんどさはなかったですね。だけどその最後もうね、これ2000枚飲まして帰ろうかなみたいなところのあの天井直前のあれ、いやマジでほんとね、多分ちょっと編集ちょっとうまいことやってほしいんだけどすごかったんだよ、ほんと900からその1100までのあのもう霊役のこうかわし方がほんとにもうすごくて、ここまでやっとたどり着いたぞからの中段じゃねえや、あの斜め切れなと中段リプレイ刺さるっていうあれはどっちが刺さったか分かんないですけどね、あれはひどい、いじめ完全に。まあしかもそれでね、まあ幸いなことに単発では終わらなかったですけれども、あ単発だ、あれは単発か、
あのその天井前のやつ、あ、2連、違う、2連で1個乗せて3か3だったから、まあまあそれでちょっと出たんでよかったですけど、とはいえとはいえでございました。はい、なのであの残念ながら本日の投資が9万3000円回収がゼロ、そして本日もゴッド引けておりませんのでポイント4のままということになりました。くそー悔しい本当に。いやなんかこの2連続3連続か3連続っすよ多分ゴッド引けてないの。まあ初回に2個引いてるんで、あの回数的にはねその4分の2みたいな感じになってますけど、初回しか引けてないんで、これで3連続ちょっとゴッド引けずということで、まあ言うても6000ゲーム7000ゲームは回してるんで毎回、うん、前回とかは8000ぐらい回したのかなと思うので、8000は回してねえか。でもそれ今日一番回してないんじゃないですか。今日多分一番回してないと思う、ね、もうね、5時17時ぐらいには心折れたんで多分一番回してないとは思いますけどでもそんくらい回してこの結果なので、まあ回数的にはね全然ゴッド引けてもおかしくないぐらいの、確率では回せてはいるが、まあまあ2個重なっちゃったっていうのがあるけど3回前にっていうのはありますけど、引けてないっていうのは本当にねプレゼントをあげたい私としては非常に申し訳ない感じになってしまったかなと思います。まあ、ここのところも収録がかなり連チャンで4回入ってて、そうですね、今日からちょっと開くのかな、ちょっと開きます、今ちょっとカレンダー見ますね、はい、多分ちょっと開きますよね、ちょっと開かないっす、来週火曜日なんで。来週火曜ありましたっけ。来週火曜入ってますね。あ、そっからもしかしてない感じですか。あ、そうね、来週火曜から結構だいぶないんで、はい、まあちょっと19日また取りに行くの で、 そうです、ね、はい、今、まあ、今日があれですけど14日ですけど5日後ですかね、まあ、土日も別仕事で多分そうですね、いないんで行って、はい、気分転換仕事ですけど、まあ、気分をそう、大阪行くんで僕、あ、はい、大阪でたこ焼きやらなんかいろいろ食って、はい、ちょっと気持ち入れ替えて行こうかな。僕もやっぱ気持ち入れ替えたんで、ちょっと肉まんを。そうっすね、はい、ぜひ。肉まん、はい、蓬莱でした、ね、いや、個人的なあれじゃなくて、やっぱり僕も入れ替えていかないとカメラマンとして。なるほど、はい、行くまん。俺1週間で20万負けてんだけど。はい、今日もお疲れ様そう、締めてくださいはい、ということで、今日で、まあ、残念ながら3連敗、お聞きしまして、3万、9万、9万ということで、見事20万達成いたしましたんではい、もう次回ね、まあ、今月だけで言うと25万6千負けてます。なのでちょっと折り返しですよね、今日が14日。そうなんです。ただあのもう時間がないというか、はい、今月はまあ2月なので当然日付も短いですし、あとは回数もね限られているので、取り返すのは無理です。今月はマンゴーですよね。マンゴーです、次回はい、ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回こそはなんとかポイント取りますんで、引き続き応援のほどよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。